にちは。こんにちは。まあ今回私緊張しております。はい、少しだけ伝わってきてますよ、はい、今ですね、今回作るのが、薄切りの牛肉を使って、まあ、ステーキ状のやつを作ろうかなと思います。はいはいはい。でそれは畑くんが何かのサイトを見つけたやつで、はいはい、これやってみようって言ったんですよ。ざっと見て、ざっと見て、はいはい、はいはい、レシピを全然覚えておりません。ああ、そういう意味で緊張してんだね。はい。そっちか。あ、まあそれもなんだけど。あ、踏まえた上でね。そうそう、はい、それを踏まえて今回、はい、少しいい肉を使うんで、はいはいはい、大丈夫かと。こちら使うんですよね。これ両方とも佐賀牛で、はい、こっち赤身の薄切り、はい、こっちバラの薄切り。あ、美味しそう美味しそう。で3枚2枚を同時に重ねていきます。はい。で5枚を重ねて、1つのステーキを作る。そういうことか。はい、よし。まあ早速、はい、いきますか。やっていきましょう。まずですね、まあ3枚ある方からいきますね。はい。あ、これ赤身ですね。赤身の方。うわ、赤身でも美味しそうよ、かなりこれ。いや、これね、ほんとまあまあの値段。シェフが値段にビビるってまあ珍しいですね。うん、綺麗にちょっと広げよう。で、はい、ちょっと隙間が極力開かないようにしますね、はい、詰めていきますね。はい、はい、次バラを乗せます。はい。で、その間にわさび塗ります。へえ、わさび、はいはい、はい、やっぱわさびっていい肉としか合わないじゃん。知ってる。で、まあわさびをちょっと伸ばしますね、軽く。はい、はい、塗り終わったところで、で今度バラを、バラの方を上に乗せます。重ねると。でまたわさびを同じ要領でやっていくと。はい、わかりました。じゃあとりあえずそれを先にやってしまいましょうかね。はい、はい、まあちょっと厚手のステーキ、はい、みたいな感じにはなりましたね。パン、めっちゃジューシーな肉厚になりましたよ、これで。うわー、あ、でもちょっとワクワクもしてきた、今ので。怖い。怖いけどね。よし、焼きますか。焼きますか。準備はバンタバンタ。これから火を入れていきましょう。はい、はい、じゃあオリーブオイルです。はい、温めたフライパンの上に、はい、オリーブオイルを適量と。よし、いきますよ。はい、お願いします。よっしゃ。さあ、しっかり油を入れて。いい音ですね。ね。じゃあこれ返していきますね。はい、むっちゃいい匂いします。さあ、ひっくり返して、よーし。あ、いいじゃん。おお、やばい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 。え、むちゃくちゃやっぱ柔らかいわ。やばいな。火入るの早いっすね。うん、ちょっと弱めようかな。では火が入るまで待ちます。はい。今もう弱火でじっくりやってます。じっくりですね、はい、はい、さあ、そろそろどうだ。ハンバーグになってる。ハンバーグになった。どうですか。あ、いけそう。お、いけそう。よし、うー、よし、ちょっと切っていきますね。はい。おやばいやばいやばい、崩れる。ほろっていってる。ほろっていってるよ。肉汁が出てきてる。うわ、うわ、うわ、やらかしとる。これうまそう。すごいすごい、どんどん肉汁が溢れてきてる。うわ、よし、もうお皿にのけよう。のけましょう、はい、おいしょ、おいしょ。さあ、じゃあメインは完成と、はい、ですね。はい、フライパンに残ったこのこの若干の油ですけども、はい、これを使ってじゃあ専用のソースを作ると。はい、作ります。で、今回いい肉使ったんで、はい、僕が持っている、うん、一番希少価値のあるお酒を使います。はい、こちらです。裏鍋島という、こいつを料理酒としてちょっと使います。よいしょ。うっ、入りました。いや、俺味が分かんないからちょっと感動のしどころが分かんないですけど。あ、香りがやばい。嘘。あ、あ、香りがやばい。今ふわーってきた。まあでもまだお酒が入った段階なんで、はい、これよりもまだ入れるものあるんでしょ。ですね、こっからまあ普通に甘くしていきます。甘くしていきます。台無しだよ。甘くすんのかよ。意味ねえじゃん。よし、みりん入れよう。もう話聞いてないわ。よし、みりん。ちなみに分量はやはりこういう時は適当っすね。まあ大味な方が美味しかったりするからね、なんだかんだ。はい。で、まずお酒、みりんの
アルコールを飛ばします。はい。あ、香りがやばい。いい匂いめっちゃするよ。これ甘くするんですか。はい。バカだろ。もったいない、なんか。え、お酒の意味よ、シェフ。香りがね。香りはすごくいいわ。本当。高級な白ワインっぽい香りがするんですよ。うん、そんな感じ。上品な匂いするけどさ。お砂糖大量に入れまーす。はい。ここで甘くしていきます。はい。はい、ドン。はい。はい、ドン。結構甘め寄りでいいんですね。はい。もう、ガンガン甘くしますね。ガンガン甘くしますね。はい、お醤油でーす。はーい。辛くします、次は。はーい。辛み入れまーす。じゃーっと。よーし。はい。よし、こんなもんかなー。さあ、蜂蜜だ。蜂蜜。こいつはもう仕上げですか。はい、そうですね。これでコクを増します。コク増します。これほんとちょっと入れるだけでコクすんごい出ますもんね。蜂蜜ってすごいよね。蜂蜜パワーは半端ないですよ。かけていきます。はい。うーわ、できました。はい、完成いたしました。はい、いいですか、出来上がり移して。いいですよ、どうぞ。はい、こちらです。うわーお、ハンバーグみたいね。早速ちょっと食べてみません。食べようか。食べましょう。うわ、嬉しそうだな。食べましょう、食べましょう。ちょっと、うわ、うわー、これ崩れるぞ。トロントロンやないか。うわ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 。よいしょ。いただきます。いただきます。やば。めっちゃ溶ける。やばマジこれ。やば、俺やらかした。動画始めてさ、一番うまくない。いっちゃうまい。やばいよね、これ。やばい、これわさび塗ってた割にそんな、風味がちょっとするみたいな。そうそう、軽く残ってる。その裏鍋の風味も一緒に合わさってるし、一瞬ふわってくるね。甘めもぶっちゃけそんな強くない。まあ甘いけど、うん、甘いけど、肉汁とかね、入ってるから。いや、でね、最初の、一噛みがやばいね。ジュワーってなった。やばい、マジでやばい。これ、やばいな。いや、ナンバーワンが決まりました。決まりました。もう、クワッチも認めるでしょ。認める、認める。これ全然、火になってないから。俺、自分でも思うもん。比較にならない。これ、一番うまいわ。お肉部門ナンバーワンかもね、とりあえず。そうだね。うん。まあ、最終的にはこう、トータルナンバーワンも出るかもしれないけど、お肉部門これね、間違いなく僕はナンバーワンだと思います。これやらかしたー。まさかやった。まあ。まあまあ、そういうことなんで、はいはい、感動しすぎるとちょっとあれですけど、まあ、あとは我々でちょっと楽しんで、はいはい、美味しかったよという報告を、はい、あのヨーラさんにはしましょう。あ、しましょうかね。ですね。はい、はい、まあ皆さんももし、はい、作る機会があったらこういう手法でやってみるのも、はい、ありなんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。右上がメインの釣りチャンネル、左上がサブのゲームチャンネル、下が次のおすすめ動画になっております。次回もよろしくお願いします。チャオ。